こんばんは、岩田敦です。今日取り上げてみたいニュースはこちらです。石破政権夫婦別姓を容認へということなんですけれども、これはですね、まだですね、石破政権が、夫婦別姓を大推進していきますと、いうことを言っているというわけではないんですね。しかしですね、これはもう事実上の容認であろうということが明らかになった、この人事というものがあります。それはどういうことかというと、朝日新聞でちょっと例えば見てみましょう。憲法審査会会長に枝野氏、法務委員長に西村智奈美氏、委員長ポスト判明ということが記事が出ています。で、ちょっと読みますよ。衆院委員長ポストの、与野党の配分が8日固まった計27ある委員長、審査会長について与党は15、野党側は12、野党側が選挙前より大幅に増えた。さらに野党第一党の立憲民主党の主な顔ぶれが判明したということなんですが、衆議院というのはですね、皆さんですね、こう、大きなね、本会議でやってるのをですね、イメージされると思うんですけれども、これはね、ごく一部でして、実際にはですね、小さな委員会というところで、この、討議がなされてるんです。ですから、委員長が誰になるかっていうのは非常に大きな意味があるんですね。委員長っていうのはですね、例えば開くとか開かないとかですね、そういったことを決めることができるわけです。まあ国会で言うならば議長みたいな役割をですね、各委員会の委員長っていうのは、まあ担うことができるということです。ですから自民党としてはですね、絶対的に安定してるのはどういう状況かと言ったらですね、すべての委員長を自公で固めてしまうというのだったらですね、これはね、本当に自公が合意すればですね、すべてね、のことがですね、うまくいくという状態になるわけです。ですから、まあ事実上ですね、まあ国会で議論はするけれども、議論の前にもう結論は出てるというような状態になるわけですね。で、まあ、これが一番安定した状態というふうに言われます。ところがですね、今回石破内閣というものは、自公を合わせてもですね、これ、過半数超えていませんから、で、しかも、連立与党も組んでませんから、そうするとですね、これ新たに例えばですね、国民が入るとかですね、どっかが入るっていうふうに言ってくればですね、じゃあ国民に委員長を任せるとかですね、いうこともできるんですけれども、それもできないという状態になるとどうなるかっていうとですね、まあ、あえて言うならば野党にですね、委員長を譲らざるを得ないという状態になってくるわけです。で、じゃあどんな委員長が譲られてるのだろうかというのを見るのが今度は重要になってくるわけですね。で、政府予算案など国政全般の課題を扱う予算委員長に、安住前国会対策委員長、ちびっこギャングっていう人ですね、を当てると。国会審議の要に位置するだけに野党がつくのは極めて異例だということなんです。これどういうことかと言ったらですね、予算を、通すっていうのは、まあ、これ実はですね、政府にとっては最も大事なことです。なぜならば、次の年のですね、この予算が決まらなければ、これもう行政がストップしてしまうわけですよね。で、日本の場合はですね、国債っていうのを出してますから、これね、本来であるならば国債ってのは恒常的に出すものじゃないっていうのが、まあ本来的な憲法の解釈であったわけです。ですから、特例国債と言ってですね、毎年出すという。特例だよ、これ特例だよ、これ特例だよっていうのを毎年続くというですね、不思議な状態が続いてるんですが、で、その特例国債というのはですね、実はこれ、関連法案というものを作らなくちゃいけなくて、で、法案をですね、これ、ま、作っていかなくちゃいけないよ、ということになってくる、ということで、普通の法案と同じ扱いを受ける、ということになります。で、この予算というものをですね、予算委員長っていうのは、一番ですね、国会の、まあ、予算委員会っていうのは、国会の花なんですね。で、ここの部分に野党の委員長がつくと、例えばですね、この予算委員会で、
本当はね、予算の話しなくちゃいけないんだけど、スキャンダルの追及とかですね、そんなことばっかりやる、野党が多いんですが、それについてですね、もう早くね、とにかく予算通しちゃいたいわけです、普通に考えたら。だけど、予算を、いやー、のらりくらり、のらりくらり、委員長がですね、やって、今日はちょっと開かない、開けないなーと、いうふうに言って、どんどん追い込んでいくことができるということで、この野党はですね、まあ、一つ強力な武器を得たというのが、この予算委員長が譲られたということなんです。そしてもう一つはですね、憲法審査会の会長にはですね、枝野幸男元代表を起用する方針ということで、これはどういうことかというとですね、自民党だけでなく日本維新の会や国民民主党など、憲法改正に前向きな勢力と改憲に慎重な政党との調整能力が求められるって言ってますけれども、調整なんかする気なんかないんですよ。要するに、立憲民主党としてはね。で、立憲民主党としては、要するに邪魔さえすればいいわけです。で、そうすれば、今まではですね、立憲民主党が参加しないという形で、いや、でも参加してくださいよと、というような形でね、進めてきましたけど、そもそも開けないと。開くような状況にないとかね、なんかいうことを言われたらですね、そもそも開けないんですよ。委員長が、ここの場合は審査会長ですね、が開かないというふうに言って、開けない状態です。開かずの扉みたいな感じになるわけですね。そうすると、これは、事実上、何を言ってるかっていうと、ここではね、一緒政権、夫婦別姓を容認へと書いてるけど、実はもう一個重要なのは、憲法改正なんかやる気ありませんと。いうことを言ってるんですよ。私たちは憲法改正やりませんよと。まあね、まあ誰もでもまあ逆に言ったら、石破さんが憲法改正するなんて思ってないから、別にですね、ここで憲法改正しないというふうに言われてもですね、ああ、どうせ石破でしょというので終わりですよね。でもね、やっぱ一番重要だと私は思うのは、法務委員長にはですね、西村智奈美、前代表代行がつくと。まあ、ちなみに言いますとね、この人の、夫は枝野さんの秘書だった、本田平直っていうね、人ですよね。本田平直っていう人は、自分が女子高生と付き合ったらいけないのかとか、なんか、そんなわけのわからんことを言ってですね、みんなからですね、追及されたって、もう、ロリコンだと、気持ち悪いというような形でね、なんか、追及された、あの人ですね。あの人の奥さんですけれども、で、この人はですね、選択的夫婦別姓の導入のために、民法改正案を国会に提出した経緯があるということで、法務委員長にですね、西村智奈美さんをですね、つけるということは、ここでですね、夫婦別姓をね、出してくるということをですね、まあ、事実上容認してるわけですよ。ということは、ここのね、委員長が、極めてですね、夫婦別姓に、前向きな態度を取るということは、夫婦別姓のね、法案が成立する可能性が高いということです。だからそれもどうぞということなんですね。つまり、どういうことを申し上げたいかっていうと、まあこれはね、しかもね、これがね、法案で、できてくると困るのはですね、何が困るって、自民党の中にもですね、夫婦別姓に賛成してる人っていうのは多いんですよ。これ、不思議な話ですよね。自民党の支持者の中にですね、夫婦別姓っていうのをですね、支持してる方ってどれぐらいいらっしゃいます？もう私ね、インタビューとかね、聞いたことないからわかりませんよ。その一人一人にね、あなた自民党の支持者ですか？夫婦別姓どう思いますか？と、聞いたわけじゃないですけど、少なくとも私の周りにいるですね、保守的な、強固なですね、岩盤支持層と呼ばれるですね、自民党の支持者の中で、選択的夫婦別姓についてですね、すごく積極的であるという人はいません。はっきり言ってほとんどいません。というか私の周りにはいません。で、なぜならばですね、夫婦別姓という言葉ばっかりね、なんかみんな注目していると。で、夫婦別姓っていうのは、もうなんか古い制度でね、もうなんか昔歌ありましたね。古い上着よさようならとかなんか言うのはね、
青い山脈ですかね。なんか、あれ、でもよく考えてみるとね、なんなのかよくわかりませんね。なんで古い上着を捨てなくちゃいけないのかよくわかりませんよね。上着だって私結構ですね、スーツって長く着るんですけれども、皆さんいかがですか？そうだな。私長く着てるスーツってもう10年以上着てるスーツありますね。で、だから古いからっていうふうに言ってね、捨ててくっていうね、根拠はよくわかりません。昔ね、私わからなかったのはですね、大学時代にですね、学生会館っていうのがあったんですけど、その学生会館の中にね、ロッテリアだったかな？ロッテリアのなんかね、新しいなんか、この、なんかスローガンみたいなのがね、掲げてあって、変わることはいいことだって書いてあるんです。なんちゅうスローガンだと思ったんですね。変わることはいいことだってね。つまりね、もうね、良くないものを変えていこうっていう姿勢はわかりますけど、変わること、そういうこと自体がですね、いいことだっていうのはね、おかしいだろうというふうに思った。で、夫婦別姓についてですね、まあ、いろんなご議論あります。で、その中において、不便だから変えるべきだという議論ありますけど、これね、ほとんどが通称制度の拡大ということで、OK なんですよ。で、逆に言ったらですね、通称制度の拡大でできないような問題を、どん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 ですね、少なくしていけばいいだけの問題なんですよね。で、だから、まあ、夫婦はですね、同性であってもですね、まあ、外でね、使うときは、通称ということでですね、まあ、使えばいいじゃないということで、今それで、やってらっしゃる方、いっぱいいますよね。で、それで、まあ、大体のことはですね、うまくいくわけです。で、うまくいかないというところがあるならば、それを一個ずつね、変えていくというのが私は本来のあるべき保守政治のあり方だと思っています。なぜならばですね、夫婦同棲っていうのは長く続いてきた。まあ、これね、たまにね、極端なこと言う人いるんですよ。夫婦同棲っていうのはもうね、日本の古来からの伝統だとか言う人いるけど、いや、古来からの伝統ってのは言い過ぎですね。なんでかっていうと、明治より前にはですね、そもそもね、ないんですよ、名字がね。だから、名字ができたのは明治だから、明治以来なんですね。だけど、明治以来なん、所詮明治以来でしょとかなんかよく言う人いるけど、そんなこと言ったらね、今のですね、戦後の日本国憲法なんてね、もっと短いですよね。全然短いですよね。で、そっちのね、伝統は大事にしろっていう人たちが、夫婦別姓の問題を論ずるときだけにね、明治での問題でしょって。私はね、100年以上続いてきたっていうのは重みあると思いますよ。100年以上続いてきた、制度をですね、そう簡単にね、不便だから変えちまおうと、ポーンとね、やってしまおうというのは、私はね、保守主義の観点からするとですね、乱暴に過ぎる議論だというふうに考えています。ですから、通称の拡大ということを各国に求めるということをですね、日本というのはこういうやり方でやってる国ですよと。だから、これを文化を、日本の文化を大切にしてください、尊重してください、ということをですね、徹底していくということの方が私は大事なことだろうというふうに考えます。で、まあですね、不便だから変えようという議論についてはそれで終わりなんですよ。だけど、例えばですね、私何度も申し上げてますけれども、この、我が目休み休み家の中でもですね、夫婦別姓の問題についてね、おかしいだろうということをね、何度も言ってますけれども、これね、事実上ですね、親子別姓をですね、強いるシステムになってるわけですよね。ですから、どっちかの親の名字になるわけですよ。で、じゃあ兄弟がもしかしたら別姓になるかもしれない。親子別姓、兄弟別姓の問題にまで、踏み込んで考えた上でね、夫婦別姓の問題を議論してるのかっていうと、そうじゃないんですよね、聞いてると。いや、そんなの関係ないですよ、と。全然子供たちは気にしませんよ、とかね、言うんですけど、それはね、一部の特殊な事例を見て言ってるだけであって、全国でね、こういったことがね、導入されるようになればですね、必ずですね、子供たちの中に、そこに疎外感を持ったりね、嫌だなと思うね、子供たちが出てくるわけですよ。で、そういった、この自分では選べない、この子供たちのですね、ことまで考えていくっていうのが、制度設計の中では当然のことなわけです。でも、その当然のことができていないままですね、
今夫婦別姓に走っていく。でさらにね、もう気色悪いのは夫婦別姓法案が出てきた時にですね、これ公明党も賛成するでしょ、でそして自民党の一部も賛成するでしょ。そうするとですね、これもう歯止め効かない。もう要するに夫婦別姓というもの、選択的夫婦別姓というのは事実上石破内閣の下で成立してしまう可能性が私は極めて高いと、まあそういう人事になっているというふうに見えるわけです。だからね、まあこのね、国家基本政策委員長には泉健太、氏がね、やると。ああいうことで。まあ、これはね、党首討論の、この司会進行ということなんですけれどもね。まあ、これはですね、私から見てるとですね、まあ、やっぱり問題なのは予算、憲法、それから法務の3つになってくるだろうというふうに思います。ですからね、我々は知らない間にですね、自分たちで、だって多くの人はね、その保守派のね、多くの人たちは夫婦別姓っていや嫌だなというふうに思ってる方多いと思いますよ。でもこれ自民党政権のはずなのにそれが通ってしまうということになりかねないと、まあこういう危険な人事になっておるということをですね、皆様に、お訴え申し上げたいというふうに思います。で今日はですね、ちょっとね、面白い本をね紹介させていただきます。これね、ユーモアの玉手箱って言うんですけれども、これね、憲法学者の西治先生がですね、これ実はね、落語が大好きで、落語についてね、書いてる、落語とかね、なんかダジャレとかね、なんかいろんなものをね、書いてるんですよね。で、私ね、これね、面白いなと思ったのはね、この中で一番面白いなと思ったのは、アレンジ落語っていうのでですね、火炎太鼓ってご存知ですか皆さん。落語の中にね、火炎太鼓ってのあるんですよ。もし興味あったら、YouTube でもありますから、ぜひご覧ください。で、それをね、カエル憲法っていうのでね、やってるんで、私ね、ちょっとこれ、西先生のね、さらにアレンジにアレンジを加えてですね、カエル憲法をですね、ちょっと、本邦初公開、岩田敦落語に挑戦するというのをですね、やってみたいというふうに思います。これはね、ちょっと、お時間ください。練習しなくちゃいけないんで、ちょっとやってみたいと思いますので、でもね、これね、なんかそんなね、ことがね、書いてあってね、まあね、面白いですよ。これなんやねんというのもね、結構あるんですけどね、なんかね、なんか私はね、なんかね、もう一番最初がね、もうね、ぶっ飛んでますよ。80歳のことを30と言いますと。で、今、西先生84歳なんですよね。だから私は34歳ですとかね、もうわけのわからんことからね、始まるんですけどね、これね、結構ね、面白いんですよね。で、なんだっけな、ですね、なんだっけ、14歳、同期がしました。恋の始まりかと思いました。それから70年、同期がしました。始まったのは不整脈でした。とかね。これちょっと綾小路君丸じゃないかというふうなね、感じもするんですけれども、いろんなことでね、面白いところがありますので、おすすめです。なんかちょっと、もう疲れたなと、もう石破政権の顔見るの疲れたという方はですね、ちょっと笑ってみたいという方はですね、ぜひね、この本おすすめです。で、ただ、これはね、漢字一った十の言葉っていうのは最後にあるんですけれども、この漢字一った十の言葉はですね、非常に私はですね、勉強になりました。例えばですね、本田宗一郎の言葉、飛行機は飛び立つよりも着地が難しいと。人生も同じだよと。ということで、なかなかね、うまく人生を終えることっていうのはできないと、とかですね、なるほど、というようなことをですね、それから、これはですね、田辺聖子の言葉なんですけど、1に愛嬌、2に理屈、3しがなくて御用気に、なんていうかですね、なんか面白いなと思ってます。やっぱりですね、愛嬌がなくちゃいけないというのもね、確かにそうかな、というふうに思いました。で、もう一つね、私が、まあ、この中で一番真面目にね、面白いなと思ったのは、正義は力を作る。しかし、力は正義を作らないというのね。これ面白いですよね。正義は力を作ると。だけど、力は正義を作らない。
まあこれね、もうちょっと厳密に言うとね、パスカルとかにはね、もっとね、こと書いてあるんですよね。で、正義は力を作る。しかし力は正義を作らないって言うんですけれど、パスカルはね、もうちょっと皮肉めいたことを書いてます。ちょっと今度ね、またそれを紹介して、対比してみたいと思います。ぜひですね、これね、面白いので、お読みいただきたいと思います。産経新聞出版からですね、出版されてますので、ぜひ、ご覧いただきたいというふうに思います。それからですね、この中にですね、正論のですね、12月号がですね、発売されました。で、この中に、石破茂特集というのがあってですね、まあ、このね、石破茂に物申すということでね、まあ、いろんな方々が書かれているわけですけれども、まあ、私もね、この中に書きました。その正論に偽りありということで書かせていただきましたので、ぜひこちらも読ませていただきます。読ませて、お読みいただきたいと思います。でね、ただね、一つだけね、トンチンカーなのもありますよ。なんでこんなの載ってんのっていうわけわかんないのがありますよ。石破茂擁護論。右も左もなぜバッシングなのかってね、書いてる人いますけど、誰だっていう感じですけどね。ぜひ、お読みいただきたいと思います。で、読んでみても、ようわからんと。ああいうね、何言いたいのと。ハンチントンというね、政治学者いましたけど、この人はトンチンカンなのかというふうな感じがするような方が書いております。まあ、ここは読まなくてもいいですよ。で、まあ、もちろん最後にはですね、バカも休み休みへと。というのはですね、これはぜひお読みいただきたいと思いますね。まあ、いろいろちょっと宣伝じみましたけど、このね、ユーモアの玉手箱の、今、火炎太鼓を聞きながらですね、私もね、落語すごい好きなんですよ。実は。で、落語ね、毎晩ね、落語聞いて寝るんですよ。で、それが趣味なんですけどね。で、このね、火炎太鼓。だからね、もつぎ持った瞬間に分かりましたよ。で、ああ、こういうことか、というの分かりました。で、だから落語好きな方はね、ぜひね、これ、お読みいただきたいなと思います。で、実際やりますから、ちょっとお待ちくださいね。今後もですね、この番組を継続してまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続するに際して、ご支援を賜れる方はですね、下記の振込口座よりご支援賜りますか、あるいはですね、メンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。